Young Jazz Summit. Young Jazz Summit. Young Jazz Summit 2016 at Nagoya Gaijutsu Daigaku. At Nagoya Gaijutsu Daigaku.原さやかです。さてここからの時間は先週1月31日に愛知県北名古屋市の名古屋芸術大学音楽学部3号館音楽ホールで開催された名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016の模様をお届けしていきます。ヤングジャズサミットは東海地区の中学生高校生のビッグバンドが一堂に会するイベント。8回目を迎える今回は10組のバンドが出演しました。音楽を心から楽しんでいる中高生のエネルギーに圧倒されること間違いなしです。若きジャズプレイヤーたちの演奏を55分間たっぷりお楽しみください。そして今流れているこの曲、今回ゲストとして出演していただいた名芸オールスターズの演奏でジャンパジャイブです。番組後半ではこちらのゲストによる演奏もお届けしていきます。お楽しみに。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。この番組は名古屋芸術大学音楽学部の提供でお送りします。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。トップを飾る演奏は名古屋市立守山西中学校ジャズアンサンブル部。曲はソウルイントロチキン。
ザ・バースデーコンサートで有名な名曲ザ・チキン。日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。もはやビッグバンドのスタンダードナンバーですね。この時期は3年生が引退して1年生と2年生だけでの演奏が始まったばかり。そんな学校がほとんどです。森山西中もこの日が1年生の初めてのステージだったそうですよ。先輩たちが緊張を和らげるアドバイスをして、この曲では演奏だけでなくとても楽しいダンスパフォーマンスも披露してくれました。お届けしたのは名古屋市立森山西中学校ジャズアンサンブル部の演奏でソウルイントロザ・チキンでした。名古屋芸術大学プレゼンツジャンジャズサミット2016。続いては名古屋市立本庄中学校本庄ジャズオーケストラの演奏です。曲はシングシングシング。4人、トロンボーン3人のブラスセクションに、アルト、テナー、バリトンのサックスセクションが5人、そしてドラム、パーカッション、ベース、ギター、ピアノのリズムセクションという編成が基本です。今お聴きいただいているこちらの演奏、音だけではお伝えできないんですが、メンバーほとんどが女子なんです。女子ばかりですが、とてもパワフルな演奏をしていただきました。そんな中、たった一人のっぽのトランペット男子くんがとても生き生きと輝いていました。名古屋市立本庄中学校ジャズオーケストラでシングシングシングお送りしました。名古屋芸術大学プレゼンツジャンジャズサミット2016。続いては名古屋市立若葉中学校ジャズアンサンブル部、曲はスイッチインタイム。
がスイングジャズの魅力なんです。普段はこの4ビートのスイングを基本として練習しているという若葉中学ジャズアンサンブル部。先ほどもお話ししましたが、中高生のビッグバンドは女子が非常に多いです。若葉中も女子率が高いんですが、ピアノ、ドラム、トランペット、トロンボーンで男子プレイヤーがアンサンブルを引っ張っていました。お送りしたのは若葉中学校ジャズアンサンブル部の演奏でスイッチインタイムでした。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミー2016。この時間は先週1月31日に名古屋芸術大学音楽学部3号館音楽ホールで開催されました名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016の模様をお届けしています。中学生、高校生ビッグバンドが続々と登場したこのイベント、ここからは高校生バンドの登場です。まず初めにご紹介するのはヤングジャズサミット初登場、愛知県立おこし工業高等学校 OKS ジャズオーケストラです。曲はコンピューター。吹奏楽部として活動してきましたが、去年からジャズオーケストラとしてバンドを再編して活動を開始した出来たてほやほやのおこし工業 OKS ジャズオーケストラ。吹奏楽部は多くの学校にありますが、部活動としてのビッグバンドはまだまだ珍しいんじゃないでしょうか。
私が通っていた学校にもなかったな。そんな中、新たにジャズオーケストラ部が誕生したことはとても嬉しいニュースでした。これからもたくさんの演奏をして歴史あるバンドになっていってほしいです。愛知県立おこし工業高等学校 OKS ジャズオーケストラでコンピューターお聴きいただきました。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。続いては愛知中学高校吹奏楽団でシークレットスマイルズ。ブレザーの制服に身を包み大人な雰囲気で演奏してくれました。今回のステージではみんなの気持ちを揃えることを意識してアイコンタクトを取るなど息の合った演奏を心がけたそうです。3月には星ヶ丘テラスでの演奏会、そして4月には定期演奏会を控えて今練習に励んでいるそうです。
お時間のある方はぜひお出かけください。愛知中学高校吹奏楽団でフルートとミュートトランペットの美しい響きが印象的なシークレットスマイルズお送りしました。この後 CM を挟んでヤングジャズサミット2016まだまだ続きます。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。ヤングジャズサミット。ヤングジャズサミット。ヤングジャズサミット2016 at 名古屋芸術大学。at 名古屋芸術大学。この時間は1月31日に名古屋芸術大学音楽学部3号館音楽ホールで開催されました名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016の模様をお届けしています。続いての演奏は成城高等学校成城ジャズサウンズユニット、曲はムーンライトセレナーデ。グレン・ミラー作曲のムーンライトセレナーデお送りしています。ブラシを使ってのドラム演奏が印象的ですね。現在部員は17人とちょっと少なめですが、その分意見がまとまりやすく固い結束力で毎日練習しているとのことです。新学期になったら仲間をたくさん増やしてますます盛り上げていってくださいね。お聞きいただいたのは成城高等学校成城ジャズサウンズユニットでムーンライトセレナーデでした。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。続いては愛知県立美北高等学校オープンハートジャズアンサンブルでキュートお聞きください。
キュート。偶然なんでしょうか、今回のヤングジャズサミットではフルートのサウンドがよく聞かれました。ブラシを使ったドラムソロに始まり、ブラスセクションのミュートプレイ、フルートのソロ、とても表情豊かな演奏を聞かせてくれました。お送りしたのは愛知県立美北高等学校オープンハートジャズアンサンブルでキュートでした。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。続いてのバンドは名古屋市立工業高等学校ブルーボーンジャズオーケストラ。曲はリーガルハイ。ワンペダルを使ったギターのカッティング、ファンキーなこちらのナンバーはテレビドラマリーガルハイのメインテーマです。高校から楽器を始める部員も多く、インターネットで演奏方法や練習方法を日々研究しているとドラムの小川くんが話してくれました。高校から始めても練習次第でこんなにかっこいい演奏ができるんですね。みんなの努力が伝わってきます。名古屋市立工業高等学校ブルーボンジャズオーケストラの演奏でリーガルハイ、お聴きいただきました。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。続いては名古屋市立工芸高等学校工芸ハイソニックジャズオーケストラでコンピューター。いやー、皆さんこんにちは。工芸ハイソニックジャズオーケストラ、そう KHJO です。
ノリノリな MC で始まりました。 KHJO 工芸ハイソニックジャズオーケストラ、おなじみの黒いブラウスに赤いネクタイでとても楽しいステージパフォーマンスを披露していただきました。名古屋市立工芸高等学校工芸ハイソニックジャズオーケストラでコンピューターお送りしました。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016、高校生バンド最後に紹介するのは名古屋高校生ビッグバンドフリーヒルズジャズオーケストラです。曲はバクローポリティクス。
この曲ではトランペット5人がステージ前で4小節ずつソロをつないでいます。ソロの中ではガーシュインの印象的なフレーズを引用してみたり、そのフレーズを受けてオクターブ上の音域でレスポンスしたり、とにかくジャズを余すことなく楽しむ姿と圧倒的な演奏技術に驚きました。名古屋高校生ビッグバンドクリーフィルズジャズオーケストラでバックローポリティクス、お聴きいただきました。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミー2016。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミー2016。この番組は名古屋芸術大学音楽学部の提供でお送りしました。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016、最後にお届けするのはスペシャルゲスト名芸オールスターズの演奏です。名古屋芸術大学の学生と OB-OG が 95% で構成されるこの日のためのセッションバンドです。それではお聴きください。 Dinner with Friends。素晴らしいスイングジャズを披露していただいているのは名古屋芸術大学の学生と OB-OG が 95% で構成されるこの日のためのセッションバンド、名芸オールスターズの皆さんです。名古屋にはアウトバーンジャズオーケストラや CUG ジャズオーケストラなどのビッグバンドをはじめ、とてもホットなジャズシーンがあるんです。3月にはアウトバーン、CUG ともにライブがあります。ぜひ熱いステージを見に行ってみてください。さて、55分間にわたってお送りしました名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016。中学生高校生の熱気がたっぷりと伝わったんじゃないでしょうか。今回は名古屋芸術大学特別賞として、中学生の部からは名古屋市立守山西中学校ジャズアンサンブル部、高校生の部からは名古屋市立工芸高等学校工芸ハイソニックジャズオーケストラの皆さんが受賞され、名古屋芸術大学から記念品が贈呈されました。おめでとうございます。今回参加してくれた中高生の中から多くの人を感動させるミュージシャンが将来誕生するかもしれません。番組をお聞きの皆さんも機会があればぜひご近所のバンドを見に行ってみてください。そして今回出演いただいた中高生の皆さんのさらに磨かれた演奏をまた聞かせていただけることを心待ちにしています。名古屋芸術大学プレゼンツヤングジャズサミット2016、ここまでのご案内はアット FM パーソナリティの原さやかでした。